そのままゲーセンミカードギルティギアエグザードレブ2バージョン 2.10 エヴァンダイ、ホヒコさんのラムレズル、アイネさんのディジー、タカさんのスレイヤーのチーム、対するはタクヤさんのファースト、タロウさんのパチョムキン、ホッソさんのクム、ヘヒョンのチーム、B バンダイ、FBB さんのパチョムキン、私、平岡海、ジャインさんのクム、対するはアシアナさんのベッドマン、ガンガラさんの海、コンタブロ君のファーストのチームとなります。4人チーム、ナギさん、鈴木さん、クビオさん、テレさんのチームと、ロイさん、ミリアノさん、ケロムさんのチームは1試合お休みとなります。AB、勝った方のチームと、どちらの勝った方のチームとしてとなりますので、しばしお待ちください。さあまずは先方戦、アイネさんのディズイと HP 側、タケさんのファースト。さあオプション設定、これはドリルが刺さる。ブラックホールからタッチピー、キングス、モノを投げてキャン、これはマイピー、上は届かず、レレレがヒット、タッチピー、キングス、足払いから装填、ゴーイング、落として画面勝ち、ドリキャンから中段タク。ここがまず勢いよく1本タクヤファーストが取っていく、神岡足払い、ここが読み勝ってゴーイング前へ、受け身は通れているがマイピーエースが刺さる、ロカイスター中段通ってバーストもトス、レーザーここは前に走ってきた、しかしドリルジャンプエースで潰していく、あいけねツイッターで やるの忘れてました。ごめんなさい、大会開始しましたっていうアナウンスをね、ツイッターの方に流しておきました。サイリアルジャンプ SD 吹っ飛ばして画面端押し込んでいくのはアイネディズニー、泡からここがドリルで中央返ってくる、マイピーキキャンジャンハイガードしてデッドアングル切り返していく、重さたくこれはガード、しかしゴーイング前へめった切り、毒も合わさってなかなかのヘリ、そのまま殺し切っていきました。勝ったのはタクヤファソ。人を傷つけるための力なんてあなたには不要なものなのですから。さあ続いて中堅ホヒコラムズル、タミ君 2P ハンマー、これはアワーやといったところですがうまくスルーリーと抜けてくる、タシピーピー刻んでバースト、チョコレート食べてジャンプエースからダウロまで、そしていつもの画面端のコンボをダスアタックまで入れて、さあ受け止めはこれは中段ガードデッドアングル開始、表ジャンプ D からのゴーイングマイウェイ、物を投げてジャンプ D もう一度再び思いたく、しかし今度はしっかりガード、これはカウンター確認から空中足コンボ、ジャンピー S ダスアタックへ抜けてくる、6ハイスラ装填ゴーイングマイウェイ、ハンマーなんとなく危なさそうな感じでしたがしっかり空中だけフォロー、ここは地上転生引っ掛けてからのカールバトス、ハメが装填、これは1点読みだったか、キンエスからしっかりとリターンを取っていく、降りれるか降りれるか、ここ降りれることに成功、油が邪魔する、何やってた自分の油で前に進むことができない、キエスから体験引っ掛けて蹴り上げ、キキャン使ってこれは投げ釣りか、この医者のカラーでデフォルトしてるんですかさあダメージ、ここはまだ残る、うちどこだ、上から降ってきて 2K ドリル透かしてのけ、生ガード物投げて爆弾ヒット、アイも投げて降りれるか、 2P から走って 2K から爆弾出てじゃんけん押さえつけて、カッコは上の方に判定が伸びている、再び開幕同様キースが炸裂、しっかりと対空していきました。勝ったのはホヒコラメズル、
Who dares to enter the mayhem? Jump Center Arsenal. Jump Kill versus Ramlazal. Good luck! Heaven or Hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. Give it up! はい、すいません、失礼いたしました。続いて出てくるのは太郎ポシムキン。どうします？はい、先輩が行くので敵が変わります。さあ、時報対時報、ホヒコラムレザル対、太郎ポシムキンね、太郎さん、今週末に備えてポジョムキンを今日は使うらしいです。さあ、前ハイからショルダータックル届かずで、さあここからホヒコが切り返して画面端に運んでいく。さあ、バーストがない状況、なかなか厳しいが、ここしのぎきれるか。さあ、コンボが連れてる。一回頑張ってデッドアングル読みからの、さあここでデッドアングルで返して、さあハンマー出し切り、バースト使って一塁の望みをかける。さあ投げているのはおひこラムレザルで空対空。一本選手はラムレザル、誰なんだ。さあ太郎ポチョムキン、ここはちょっと F 式、 F 式っぽかったね。中断じゃなかった、確かに中断だったら大変だ。さあヒートル掴んで、さあビダッシュでスラヘをくぐり抜けて画面端に運んでいく。中断から画面端継続してバータイ PPP からこかして大きい攻めループガーキャンで返して、さあなんとか太郎ポチョムキン、ここはしのぎ切りたい。なぜか食らっている。さあ割ってしまう、なんか動いてしまったか。さあここはコマ投げは不発だったが、なんとかしたい、なんとかしたいが、バースト読んでバースト食らう、突貫してこっから下段刺さるが、エースが怖い。ハンマーからバーストは使うが、ここは読んでいる。勝ったのはホヒコラムレザル、最近に発作部を引きずり出していく。さあ組む対ラムレザル、いきましょう。第1ラウンド、ここはなんとかホッサマンがホヒコラムレザルを勝って大将を引きずり出したいが、さあ体力コボから置き攻めループに先に行くのはホッサクム、溜めて、さあ画面端運んで大きい攻めがループしている。さあ攻め継続から、ここでおひこラムレザルターンを取り返す、だがしかし落とせない。体力ゴムから、さあローマキャン使ってバータイでした。蹴り上げてブリッツも見て投げて勝っていく。一本選手はホッサクム、一瞬ねホヒココムって言いそうだったね。はい、画面端、ここでダストにバースト合わせていく。さあ落下でウェクリは立っている。さあ画面端お帰りなさい、ここで大きい攻めはガードしている。ガーキャン読んでロマキャンでフォローしながら攻め継続。さあ全てガードしてタッシュパンから残り
カウンターして一本取り返す。ホヒコラムレザールリーチ。さあ吹っ飛ばして落としていく。蹴飛ばして、さあホヒコラムレザールリスクを回避しながら攻めていく。対するホッサ君もしっかり裏回りをガードしてなんとか捕まえたい。だがこの牽制の網が雲を待ち構えている。ここでロマキャンで画面端へ蹴り上げて落とせない。さあなんとか死体がここでカウンターしてバーストジャンプディに当たって捕まえたい。蹴っ飛ばしてなんとか画面端に追い込んでいくがキャンをうまく使ってここでローマキャンして大きい攻めに行く。さあ投げ仕込みはしっかり飛んで回避。さあバークスは読んでいた。ここで大きい攻め。さあバーストはさあここでガードはしていたので投げが通り PPP はまだ削り切ってない。さあどっちが先に触るか。触ったのはホヒサクーム。さあ対象対象戦タカスレイヤー出てくる。息のつお先輩が帰ってきた。じゃあ大丈夫ですとりあえず出番はまだなんで。ほら一瞬ホヒッヒって言ったかもしれないけどあれだよちょっと呼吸音ということで許してください。はい対象対象戦いきましょう。高瀬レイヤー対細君対象戦先に触ってくのは高瀬レイヤー。さあパイルが当たってラッシュに行くところがさあタカラッシュたまらずバースト。弾は前パンでカウンスでジョニオさんお疲れ様。あじゃあジョニオさんパス。大将戦お前誰に断って実況してんだよありがとうありがとう助かりました。忙しくてね。あー肩こりやばいしさ空気悪いしさもう鼻と目がやられちゃったね。さあタカさんとこれはホッサさん対象戦か1回戦か。なんかね池袋の味方で働きたい人もしいたらね今週末まで連絡してね中断じゃない暴れ潰しになって2軒差チェイサーとかで2軒2敗したらとかいい感じで暴れ潰しになってるんですけどもそこにヒットしたのでしょ。終わっちゃう。そのラウンドはね、まあそのとおりです。B 番内勝ったのは FMB さんのチーム、おめでとうございます。この後 A 番内で FMB さんのチームとロイさんのチームを行う予定です。そう、高橋さん珍しい。夏休み？あー、なんだかんだで、味方以外も大変だな。夏休みおかしいよな、やっぱな。取れないじゃん。上位連休、やば。シーテーえおーなんかシネイヤーでよく見たから何も驚かないよね。シネイヤーじゃねえやツネイヤーだ。俺がいつの間にオリジナルにすり替わっていったな。シネイヤーじゃないツネイヤーですね。ぐるぐるしてるからうおーすごい試合だ。あの時代に AC スレイヤーを使ってたっていうのは奇跡だよな。まあ大切おおポン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 出して走ってフットルス。あー、とかないが、前に出るが DP 鉄壁でした。勝ったのは、ホッサクムヘヒョン、おめでとうございます。では、A 番内 FAB さんのチームとロイさんのチームで、B 番内は
どうしよう、先ルーザーズやるか。あれ三大進行ってなってます。あ、なってる。さすが、素晴らしい。 B 番台は拓也、あ、拓也さんにはチームだったし実況してたの悪いね。拓也ファーストチーム対ナギアクセル、鈴木海、クリアジャック、テレサジャムチーム B 番台で、 C 番台でルーザーズ、ホヒコさんのチームとアシャナさんのチームお願いします。あ、おっしゃった、先輩テストをしてあげてください。あ、先輩出てます。あ、肩こりが嫌すぎる。うん、お前何なんだよね、もう鼻弱いからさ、もうそろそろ花粉症じゃん。いや、もうほこりがやばい。うん、すごいよ、もう。あ、お疲れ様です。久保先生今来た直じゃない、まだあの4人チーム呼んでない。あ、じゃあナギさん、鈴木さん、久保先生、テレサー、4人来て B 番台で試合です。よろしく。さあ、ナギさん、鈴木さん、クリアスさん、テレサ入れね、4人チーム、そちら B 番内で、竹谷さんじゃあじゃんけんしようか、クリア先生と。あ、誰でもいいや、テレサでもいいし。池袋は確認できないです。俺のツイッターでしか書いてないのと、まあ、あんまね、あの範囲広げすぎて大変なんで、そんな処理する余裕が今ここにないので、まあ、そんな感じになってます。まあ俺の方で軽く書いております。さあ、というわけで ABC 番台、勝ちトーナメント2回戦を A と B、 ルーザーズを C 番台でお送りします。どうぞ。で、勝ちトーナメント2回戦はですね、テレサチームとロイさんのチームは、ルーザーズがありますが、くしゃみが出そうでない。 FMB さんのチームと達也さんのチームはルーザーズありません。まあ、そうですね、あの池袋でスタッフ募集って言ったらとんでもない人来そうなんで、もし同じように池袋の味方で働いてもいいよっていう方いらっしゃいましたらって感じに軽く動かしております。大変なんだよ、しょうがないでしょ。さあ、 A 問題はこっちはジャインさんの軍兵将、 FMB さんの軍兵、平賀先輩の会のチーム、ジャインさんの軍兵将、第3回ロイソル、ミリアム・メイ、キャロム・ディズニーチーム、キャロムさんのディズニー。そうそうそう、人手がね、マジで、もうすごいんすよ、本当に。俺は休み取れてるだけでも幸運な方だから。そう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 、ジョニー K、 ハヤブサー、ケース、ハヤブサー、ハヤブサー、ハヤブサー、さらに攻める、空中投げ、これうまい。あー、ダメ、カウンターヒット。うん、力強い。ノンストップで前ハイスラが出てくるのがいいですね。さあ、ハヤブサ、地上ガード、延期です、ハヤブサ、ハヤブサ、前ハイスラと延期です、相打ちダブルシュリケン、さらに引き寄せ、裏合わせ、2ハイスラで、これはフィオタ、ブリッジャージャックで相手のボラスゲージも削りつつ殺していきます、素晴らしい。これぞ超撃、 Here comes the daredevil。
Who dares to enter the mayhem? Heaven or hell, duel, one. Let's rock. さあ、ヘロさん、まあ、新しいスタッフ、まあね、全部池袋の方なんでね。いつ入るかな ?2P、よしまい、よくそめ。いいですね、中盤、ここまで連続ヒット。あーと、スタンプ、触って中央、三連勝はガードはしていないというか動いていた、確認して出していく。あー、ためぶりではなかった、落として、超電眼。一応なんかこの正面がメイガーのリバーサの IP 抜けることも可能みたいなんですけども、それでもあの攻めの形に行かれてしまったら相当大変。はやぶさ、イエーイ、はやぶさから2P2K 足払いの攻め中段通して S2K 足払い。ここはでかいやね、ギャー前ハイが飛んできた、ぐる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 ドーンからの 2P 金 S S ハイ落として、出して足前からハイアルスをためて、ユーリフレームちょっと空中出して、これ直前ガードしましたが、どこにいるか分かんなかった、ためて前ハイ、よいしょ、走って中段ロングチャンスで二段技なんですけどね、やっぱ一段目すかして二段目のみってやると、やっぱどうしても発生早く感じますよね。ジャングル先端カウントヒットからの中段走って、あゆしエムスリスツボールがヒット、これはダウン。さあサンプ割となんだかんだでしっかりとタイミング合わせることができれば、トムのマイピーもかなり落としやすそうな雰囲気がしますが、中段当たってないがきつい。2K 足払いと 2K 足払いか。ここは見立て達成、ジャイングムフェヒョン。さあ大将出てくるロイソル。Here comes the daredevil. あー勝った言って、もう Who dares to enter the mayhemjima 見たらテレサが半袖で笑ったっつ寒くね、もう。いやマジでちょっとさっきあの上着ね脱いで外出たんだけど寒いなと思ったんですけど、一人変わらないドラえもんの世界の住民みたいのがいた癒された。さあ行きましょう、ロイソル対ジャイプンヒョン。あのね、外が涼しくなったところで電車が暑いんだよな、あの電車さえなきゃねえ。総合下段ガードにピーで割っていく、画面端ジャンエスすかしてけ、おっとやってしまった。 2K ガードの方向を入れながらぐるっと前に回して前ピーってやった感じなんでしょう、ちょっとフェイントになってしまいました。わっと当たっちゃった、これはブリッジが間に合わなかったか。電車だよ電車、悪いのはあの乗車率よ。うまい、画面端ジャンプからエース立ち合いロマンキャンプでブリーダーホフリーでガンフリー、あーやはりガンフリーが出ない、ちょっとまずい、真剣これバースト覚醒もちょっと、あー出なかった、やめたー、ボールかよく打ちました。走った2杯、さあ落としてしまった、勝ち星を上げるために前に前にといったところですが、これは確定、しかし安い、やはりこの前ハイサラとかかなり痛い予想をしないと、円安ソムで済むんだったらもう一発打ったろうみたいな気持ちになっちゃいますよ、なかなか難しい。
ソルは難しいだな。ダッシュ立ち系2杯グランドバイパーぐらいしかないですかね。ゲージがあれば何でも殺せそうなんですけど、エンゲス立ち合い走って、エンゲス立ち合い、ここまたダブルチェーンケンダー S ファイ落として超連眼中段が落としているソロシ、しかし攻めが続く。溜めたハヤブサからの歩き投げグランドバイパー、これがありますティースで爆点刺さるようにといった感じでしたが、ハヤブサ潰してボール回復ワイパー、これは直下から3連勝を出していく。素晴らしいガンフレ一発、商品残り2発、ここでガード AP ちょっと遅らせていきます。ストリートファイターみたいな感じ でちょっと遅らせに P で暴れ潰しみたいになってますよね。わーすごいシェーンケンダーマジで元気が出てくるぜ。さあボールか捕まえて、おっと、手が当たらない、少し気が高いんですけどね。ヒヒホンはやぶさうまい、足回りからリボルバー画面走り、あー足払いヒット、リボルバーではなくて何だっけこれ、タイランレイブからのリボルバーです。実はリボルバー OK だね。どちゃーちゃん、はいゲージファイル怖いが、しかしガードされてしまったら終わってしまうので、煙も怖い、これだけのエース 2S 前へ、はい何をぶっ込むか、走って、あーこちらも鉄壁でした。やはりそれのジャンプハイソラ止めております。勝ったのがいい。それさあ続きまして平岡海Heaven or Hell Duel 1 1 Let's Rock なんだかんだやっぱピースカラーかっこいいですよね。また投資ミックスやってほしいなと思います。おいしいジャンディジャンディハーフニールガンフェゴルバーストさあ前に出る。これはかなり上を意識した2敗差が減ってるんですよ。それに対して地上戦差し返すことができるかロイソル、おいしいガンフレイム1-2のラッキードではなくリボルバー画面走り、今画面走りギリギリだけの届かない感じでしょうかね。マイピーケースエンクレスまでやって、エンクレスにダッシュ足払いを差しリボルバーまで画面中を起き攻めは下段エンクレスゾーン楽しい。おお4ビターン、おいしいロストイトルバースト空中ダッシュに置いている。ジャンプ S はこれは無敵に乗っています。ターン S にはもうブリッツの空中投げしかないでしょう。本気を見せて隙あり投げチャージから来て金 S 前へ、はいタッチハイスラーアブリ調子を見せつつ引っかかれば足払いスケッシュな形ガトリングを刻んでいますが画面中央よいしょ、ここはデスタングル、おっと B バンダー弱り空中投げうまい、おおいいですねカウンターヒット、今回エンスね回の演説でカウンターヒットするのとめっちゃ痛いですからね。というわけで武さんチーム終わり、俺の手伝いに回るがいい何本ぐらい上がってあげるよ、炭酸水とか言ってね、やばすぎる、ダイエットガチ勢は飲み物から狂ってるあれ美味しいって言って飲めやすの気がしない、いや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 俺はねえ、あーとジャンピー触って空中シュプレガードにならなかった、画面足あーと読んでいた、青バースト空中ダッシュは行き過ぎてしまった、中央まだわからない、足はヒットよいしょ、ブリンガーキングスあと1回の大きさめ通れば終わります。あーこれは止めに引っ掛けたい、リボルバーにジャンプ強打して空対空、あっとここで出せていればというところ、
わっしょいわっしょいと2敗差振ってゲージを使って攻め込んでいったのはカイリー。 2K が足を挟まれ潰している。通した、空中ダッシュ、かなり下を警戒していましたが空中ダッシュが通ります。勝ったのはロイソル、いい試合でした。全然ね、炭酸水ジンジャーエールみたいな味しないからね、ただの炭酸だからね。さて、レモンも入ってねえだろ。レモンっぽいだけ。 C1 内で勝ちました。こっち、はーい。で、3番がなくなって、さあ、出てきました。FMB ボトムキンバーサスロイソル。いや、実家のような安心感っていうね、セップ星人。もう一時期ね、ジョニーが出る前まではトレーニングモードでデクに下げれる確率はもうポチョムキンが一番高かったんじゃないですかね。うわー、返していく。ジョニー出てからもうみんな名シップでした。さあ、ジョニーと比べるとそんなにキャラパワーなかったんですよ。なんかあったんですかね。とぼけてみるね。さあ、しさあ、怒りのトリシューラー。あー、ポチョモキンバスター。どうしてレベル50じゃねえや、テンション50。おお、読み合い回して、これはちょっとどうした感じでしょうかね。あー、なんということだ。ギリギリまで遊びましたね。ギリギリまでやりたいことをやらせてから息の根を止めていきました。こちらのキャンパスはロマンキャンセルギリギリ怪しかったのかなってとこもあったんですけども、うわ、終わったと。これはさすがに無理です。サウルコンボだ、ドンタ。まだまだ入るからね。いやー、前敗者簡単とはいけませんよ、これ。あの瞬間、ポチョムキン自分が投げキャラだってことを忘れてコンボし始めますからね、恐ろしいもんです。さあ、というわけで、A 番台と B 番台で準決勝第1試合と第2試合という形になります。 A 番台は、テレサチーム、テレサジャム、クビアチャック王、佐々木海、ナギアクセルチーム対 FAB ポチョムキン、平岡海、ジャインクム、ヘヒョンチーム。 A 番台B 番台では敗者復活決定戦の形になります。アシャラさんのベットマン、ガンガルさんのカイ、ゴンザブロー君のファーストのチームとロイさんのソル、ミリアノさんのメイとキャラボさんのディズイです。よろしくお願いします。 C 番台設定の方変更していこうと思います。勝負師は自らの誇りをかけて戦うというが、私がかけているのはポチョバさんをぶっきらコマンドにしてくれるやつ。どうなんだろうね。よくなくね。よくなくねっつって。昇竜でしょ。この間テレサイノと対戦して一生ポチョバスぐるぐるしてたら勝手にガードになるんで最強っつってたら、なんかお城さんの目が怖かった気がします。気づいたら後ろに中山さんとかね、中山さんがやってたんで一緒にやったんですけど、あんまり言いすぎるとやべえなと思いました。たまに後ろメガフィストが出るんすよみたいな。最強とか言って、浅いところでは強いってことでよろしくお願いいたします。お城さんのような深みに行くと、ああもう沼だなみたいな。ああ出口がないっつって。そうそうそう、俺みたいなね、朝っぱっちゃポチョムキンだったらあれが最強です。さあ行きましょう。今ね、準決勝第1試合、ナギアクセル、鈴木海、クビアジャック王、デルセタイム4人チーム先方先に。あ、おはようございます。いや、今ミカドでマイクさんの力が欲しいんすよって、最近毎日会うたびに言ってるんですけど、そろそろマジで殺されそうです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。 FAB ボトムキン、平岡海、ジャイクの日のチーム、平岡海、よいしょと、アカラス。さあ、あとフォークはサンディパーまで、まず1本平岡海。あと、ここ極差出るか出ないかというギリギリのタイミング、ジャンペスを通します。着地で投げ戻してサンディッパー画面端。こういうなんか多段技の攻撃ガードすると途端に気持ち苦しくなるんですけど、俺だけかな。
うん、俺はあのアクセルの2敗すら、あの PR の時のね、あ2敗すらとかガードしても苦しかったけど、いまだにファーストの2敗だとなんか動機が長いっつって、うわー、驚いぞー。回はね、前ハイで、ね、まだ2段だからまだ大丈夫あれが3段技だったら死んでるお、これはいける、そうだ、画面が G 落として前タガーハイスラ3円で2ハイスラ打っていますが、チャンハイヒールキャンセルの完成を乗せて一気に仕留めました。勝ったのは平岡会。戦闘スタイルの異なる相手から学ぶことは実に多い。私の所作スレイヤー vs カン。ノーキャラ、マジか。鈴木さんの回ですね。どこを捉えた。さあ、同キャラ戦、鈴木さんの回と平岡先輩の回いきましょう。鈴木さんもね、かなりやり込んでますからね、試合数もすごい、1万試合超えてますからね。さあ、中学生の頃から青色のカラーをメインに使っていました平岡海。鈴木さん緑ですね。前はい、いけ、金魚する前はい、ソフトシェル見せて、いけ、発射いからチャージ。このバーソーンはここはガードの反撃が難しい。サニバー飛んでくる。バックステップで結構ジョブ長めなんですけども、サスケ避けています。エスはノーマルヒット、これは完璧、しっかりしてますね。かなり同キャラ戦も、まあ、自分から出ていくってこともあってやり込んでいるでしょう。うわははは、見ましたか今のグリード戦は身内だったからよかった。見た瞬間に笑っちゃったからもうダメだ、ダメだから、セーフ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 、ほら見ろあのグリードセーバー。すごい、何なんでしょうね、エースかニュースあたりを潰そうとした感じなんですかね。さあ画面欲しい、おっと暴れつぶし。鈴木さんがもうかなりやり慣れている感じがする。さあ遠距離は撮影前に走っていく。上海スカセバックセットノースで、ニエスはガードが間に合っている、厳しいぞニエス、前ハイスラヒット、あーっとスプリットしている、乗せた S ハイベイカー体力ドット出てない。鈴木さんは無理をしなくていい、しかし前に出る、足払いで割っていきました。素晴らしい同級戦を制したのは鈴木さんの回。王を語るとは魔前を過ぎて恐れいる。ポケラ戦ね、負けると悔しかろうってやつですよ。騎士団は不毛ではない。そうそうそう、同キャラってもう負けたらなんか持ってかれるからね心の中の何かが持ってかれる、 何かは分からないんだけどずーんとね。そうそうそう、え37、いやいやいや、同キャラ戦は1対9不利だから。そうそう、 AC 時代にサプートやって全然勝てなかったから、ジョニー同キャラ戦はジョニー不利。そうそうそう、いや向こうは有利。そうそうそう、ここ大事だから。さあ行きましょう、ジャインさんのクレームヘヒョンと鈴木さんの回。なんか数字が言い表せない不利勝ったら宝くじ当たったようなもん。さあ2敗したらチャンジ2敗、さらに貯めて2敗するの一気にスキルが溜まっている。でもこれでもだいぶマイルドになったんですけど、やっぱね、ジャンプアイスラでダウンが遠くが取れなくなったのがかなりでかい
あれのおかげでね、前までは結構刻んで上海先端で落として、その後もすごく有利な球オプションができたんですけど、今回は S 少年がフィールキャンセルで無理やりおく攻めしないといけません。無理やりってわけでもないんですよね。あー、画面端に行っちゃった。しかし攻め継続に変わりない。中断強気気持ちいい。シェイケン、さあグリード、エース、トイレファー、ハイアブサー、ハイアブサー、ハイアブサー、さあ引っ掛けた、ベイパースラスト、走った、マジか。下段から投げた、乗せて、キン、タシピー超電ガン、空中の足を止めたが足払い、カウンター 2K、 ここで2ヒットしていませんが、サンパー無理やり返す。おお、下段には下段、上半身的な下段。あー、これね、いいですね、便利。飛び道具を貫通する効果を持ちます。グラインダーを通した最中、説明がね、なんかあれ正式名称欲しいよね。強化スタン、まあ強化スタンエッジでいいのか。うん、毎回あのグラインダーを通したスタンエッジとか言うと、なんかゼータガンダムっぽい言い回しになって嫌だね。この俺を通して出る力みたいな。いいよ、ライトニングダメ、ライトニングダメ別の技になる。さあ画面に端、デュランダルコールっていうのが通すことをデュランダルコールっていうんだよね、確かね。だからわけわからなくなる。あれはグラインダーで通して出る 3H のことをデュランダルコールと。あー、まいはい、素晴らしい。もうどうしてもね、説明するときに俺はもうゼータガンダム出てしょうがない。あ、出てくる剣がデュランダルコールもうなんかよくわかんないよね。 FF の世界観みたいになってる。スプリットシェールなどで設置されたグラインダーにスタンイッシュうんたらかんたら、そうね、そうなんだよ。もうわけわからんよ。ノムリッシュギルティ、ノムリッシュ翻訳でなんかいろいろギルティのキャラクターのプロフィールを翻訳すると超面白かったです。さあ、トイレでできてるのはクリオジャック。もう3位置打った瞬間になんかトーブに確定したらディランドのコールって言ってほしいよ。そう、そのくせにうまい勝ち、この勝ち、はい、おーっと暴れ潰しになる。 2P あたり持ってたが、前に入ったらロマンギャルズ 2K に入ったら暴れ潰しになるんです。おいしょー、これ上海、ジャイアンツ上海で落としていきます。あらよっと、からの、あはは、やぶさ最高。飛んでけ、トトトトトン、捕まえて画面中央落として走って3杯止めますが、確かに当たらない。怖い。なんでこっち来るんだろうと思ったらね、やりへいましたね。はいはい、わからない。クッションショーはなかった。溜めて移動して、いいよ、バックステップ、ワイハイしたら距離を取っていく。声少しずつ近づいてくる。さあ、エストで返す。はやぶさ、あーっと、立ち入り、立ち入りからの格のつもりだったがヒットしている。とオレバスト使って、これが引いて、前はい、空中にいた、早い、確かに、現象ないんで、とりあえず超念願ブリッジ取ったの確認して、2K、足払い、さあ、ジャインさんが取り返します、最初ラウンド、強烈な、はい、
空中ダッシュもね、なるべく通したくないんですが、早さのカウンターヒットでもあるからかなり面倒くさいですからね。うまい、これは空中ダッシュ合わせていきました。ダッシュの空中ダッシュね、意外と意識してないで難しいんですけども、しっかりとこの場面で合わせていきましたが、クブ側が奥攻めに入っております。さあ、そして一気にサーモンとかチクッとここで返していきますが、ジャンプハイソンがバリアのように返していきます。うわ、めくりか、いやあ、マイハイが飛んできた。ジャイズ、ジャンハイ、もっとファーストカルボドスガードさせて、ぐる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 ポンからのすごい豪華な装備に切り替えが意外と全然たくさんある。ありがとうさん、目の前待っておりました。2K から、そしてぐる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 からのダメ足、マイハイ、今度はガードした。バーストはここ間に合っている、ギリギリセーフ。家が超電眼が存在している間、ダメージを与え続けられている。画面端カルバトセ、きつい、どうする、マイハイすらももうフォローが効かない。うわあ、いやー、どうしてゲージが溜まっていく。2敗するカウンターヒット。カルバトスを打つまでもない。戦ったのはクリアさん、ジャック・オウ。類似性の高さを、 Here comes a daredevil。 取り囲おうかな、あれはもうロヤだろ。トリカゴとかそういうレベルじゃないでしょ、あそこまで来たら。いやけど超電感が発生してる間、家の体力がポンポンポンとかね減ってってくると超面白かったね。まあ、今回ね、あのジャック王が出てから飛び道具でね、あの攻撃判定、打撃判定消さなくなったのも、その辺も関係するんですからね。まあ、それも嫌いか、まあ、デジライドもともと中ハースも歩いてるだけで家解明するみたいな聞いたことありますし、なかなか大変だ。あはは、2回ポーションも金パスが食らったので、このダメージでダブルヒート。最初 FMB ポーションも金か、まずポーションも金パスが2回、あーとなんだか絶妙ミか。さあ、ダチャイセンさん、序盤のリードを生かしたい。ロマンキャンセルから下段、おお、当たってる、連続ヒットしてる。あー、ポシャム銀バスター、ポシャム銀バスターに始め、ポシャム銀バスターに終わるという第1ラウンドとなりました。第2ラウンド、序盤ね、寄られると面倒くさそうですね。家を作りましたって、エコピンがなんだかんだしんどそうだ。スライドヘッド、画面足、やりたい、どこいた、空中ダッシュ、ジャンハイ直面ガード、怖いっか、ジャンディー返して、タチケ、ポーチョマキンバスター、画面端へ持っていきます。側面 2K 金 S、2S 足割り、先端家壊して立ち配する足割り、この先端の距離うまーく宙に逃げ出すことに成功しました。ちょっと体力差かなりついてしまっている。しのげるか、デッタングル、スリーツーワン、爆発というところで、ここは耐えて耐えて、おっとうまい、あっと BP 先端、ポジョン来ました、飛んでいるが、さあちょっと時間が足りない、なんとかダメージを奪いたいところが、 2P2K 前 K デッコピンから、ここはノーマルヒット、ヒールキャンセルを想定して技を出していなかった感じでしょうか。素晴らしい判断です。画面端見えない、見えないけどガードしている。さあここまで来たら、あとは片目落としていきたい、ガードゲージ温存してサーバントと遊びなさい。わあ、これは連続ヒットしそうだ、超うまい、ロマンキャンセル。いやー、ちょっとね、これ位置選べなくなっていますが、つながることはつながるようになっております。今までは風が遅くてつながらなかったんですけど、今回は当たる代わりに位置が選べない。さあ、食らっても死にません、本体でとどめを刺さないといけません。削りを狙うが、あはは、ここは家のダメージですね、削りが入っています。さあ、粘り粘って取り返しましたが、キマソー、これは美味しい。さあ、ジャックに流れを持っていきたい。しかし、まずこの家のレベルを上げたい、このゲージを大事に使いたい。ガルバドス、足元を落として攻めていく、崩すことに成功すればレベルは1つ上がるでしょうか。しかし、バーストを使って残したい、 P は残したい、レベルが上がる、美味しい。これは回収したいが壊されてしまう。再びゼロからのスタート、設置して、さあ、ポチョムキンは家を丁寧に壊しながら前進前進、デコピンに当たらないように気をつけないですか。ここは対空を誘ったカルバドス、この辺でやはり格ゲーがうまい、首はジャックを
さあテレサが嬉しそうに読み合いが始まると言ってるが、あっと燃えた、エース届かない、位置が入れ替わりますが、サーマンとかなんとかしてくれた。カルバドスで動きを止めて空中ダッシュ、さあグレーシャック、このまま行きたいが、ここでこけてしまう。じゃあはい、めくって家が壊せるようにめくりつつでしょうか。立ち配からデコミン壊して返せない、しかしなくなってしまった。ボソロギンバスター。さあこのリードを守りきらないといけません。スライドヘッド、家を壊して2ピン、マイケルデコミン、ノーマルヒット、あーっと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 、ちょっと可愛い感じで、あーっと足元当たらないかと思いきや、足元遠距離レースの終わり際で被爆しております。やっぱりすごいですね、爆発しました最後ポーン。面白かったですね、ジャンプキャンセルしても怖い位置でしたからね。というわけで勝ちましたのは久保さんのチームでおめでとうございます。というわけで A 番内の決勝戦はどっち勝ったの、あ、ロイさんのチーム。じゃあ A 番内で決勝戦、テレサチーム対ロイソルチーム、 A 番内です。ありゃ痛くしすぎちゃったかな、ごめんね。人間の生活には慣れてきた？学ぶべきことが多いときは覚えることよりも考える時間を長く取りなさい。さあさあ。Guilty Gear Exhaust. Who dares to enter the main?はい、それでは BC 設定変更して A 番台決勝戦です。いきましょう。ワンピー側は投げ捨てる鈴木海、クビアザクをテレストジャムシー、ムー先方投げ捨てる、スビはロイストルミディアノンメイ、キャラムディディチーム、本日は10月16日の高田のマービーからフルティーギアギザードレブス火曜ランダムスリーの大会決勝戦です。この組み合わせもそんな悪くないんじゃない、魚がやっぱ刺身に当たるようになって、イズエクスの頃の読み合いに戻ったみたいなんで、まあきついっちゃきついと思うんで、空中生成ついたのは結構大きいんじゃないかなと思います。結構早いしレーザーただね、PR みたいに空中レーザー食らっても壁にドーンと飛んでったりしないと本体に触られるのがどうのこうのって感じですね。そこを説明しろなんですけども、現在今試合中なんでちょっと間に合いそうにありません。さあ 2P エンクレーザー振りつく、タッチ P、 タッチ P、 センターありがとうございます。さあ第2ラウンド、ジャンハイさんって 2K 足払いから画面端空中ダッシュ、ジャンハイここは中段の形になる、 2P うまい、いいですね。 2S ジャンハイボンバー、ジャン S ジャンハイ振り付く連戦、あざーす、うわまたパンサー、はい、分かりました。動画作業もね、溜まっちゃって。さあ、走り。あ、しまいから。着地下段、バーストを使って、ジャンエセンターン。あー、トップバッター、足首に魚を忘れ方となります。さあ、最終ラウンド。2P、連戦。さらに魚。ここで奥攻めまで持っていきたいところですが、まだ立ち回り。中央の着地下段を見せてもう後がないが、アクセル側暴れてしまった、画面端前、はい、暴れてしまったというか、なんか暴れてしまったというとあんま良くない感じに聞こえるから、ここは暴れ通しをどうしたって言った方がいいのかもしれない。難しいですね実況はね、ちょっと今難しいなと、後で見返した時にここで暴れちゃったのは良くなかったのかなと思われちゃうのもあれなんで、ここはちょっとあ、まあいっか、あんま気にしても大丈夫、まあ読み間違えてしまったってことで、ね、ここは一つ、終わったよ。たまになんかその急に気になる、その自分の言葉でそれを見返した時に
あ、じゃあダメなんだって逆にボタン押せなくなっちゃうのはダメなんで、まあ今回は運が悪かったということで。たまになんかね、メンヘラモード入ってね、俺はもうダメなんだみたいな。そういう風になる時が、そうなんか急になんか一つのコメントとか言葉をずーっとなんか後悔する時がある。そう、さあ行きましょう。その時ファイバーキャラムディズイ、特に初中級の方とかね。マネーくれマネー、さあジャンファイ味方から逃げろってどういうこっちゃ。助けたチャイは正面からチョンチョンピーキネス前ハイガードしてサイシジャンヘイはタッチピザクシークイジャンプレスの中に持続当たる形になっている。ジャンチョンピーから足払いストンピファーロマンティカーサにハイベイパーサラピキネス、さあハイストさんから2つ投げていく。これはギリギリでしたね。空中ダッシュ、これで速いですよね。引っかかります。さあもう一度お返ししたい。アイスラスタインス走ってジャンハイ、遠距離魚しっかりとダウンを奪い着地投げ、これは通したい。練習もここで 100% ロマンキャンセル。さあ勝ったがこっちか、なるほど。ちょっとね不安になる時ありますよね、自分のキャラ分かんないから。俺はもう適当で、まあ、そうですね、そうだよな、うん、投げまでのダメージは普通の通した方がいい。さあジャイアンス変わって、ああこれ危ない。しかし空襲コンボでしたね。キングエスから拾われたらちょっと怖いな、ダウン取られてかなり状況悪かったなって感じなんで、難しい判断です。2杯ガードしてジャンエス、前に出る。これは着手を意識するか、出てはいる。マイビー絡みったか、落としたがダウン取れない。ベーパースラスト、ここで交渉対ジャンハイで追い返し、今面白いな。ジャンエス振りに行ったので打ち上げました、当たらない。マイピーキンエス2杯 S ハイフリーパーブーメランがしづらい軌道になっております。うまいなこれは。さあ体力並んだ、通してチャージから飛んでった、亀足分からなくなってきた。うわ当たってる、なんだこれ、セーフリーピッチ素晴らしい。鈴木さん本日勝負強いですね。納得して、竹谷さんとはね違いますよ。あなたの大会出たの、そもそも今日。え、気持ちだけ出た、そういうの困るんだよね。ポゼッションいいですよね。あ、けどちゃんと終わってないんだよな、マスオキシ倒産しちゃったし。さあ鈴木対対鈴木海対ミリアノメイ、さあ行きましょう。両者ともにかなり丁寧な印象です。さあジャイアンス通した、画面端バスを使っていく、ボール飛ばして2杯スラダイク見ている。ヒールキャンセル、ジャンエス触って着地を投げて中央先端チャージ。カイがね、あの通常投げを決めた後に一瞬後ろ歩きチャージってやるんですけども、そうすることで先端を当てて有利フレームを稼ぐんですね。まあなんかみんな知ってるようなことでも、たまに解説することによってはそうだったんだって人がね、あの増えればいいなと。後ろ入れっぱなしから波動拳で完成します。確かに確かにですね。
なんかスラッシュの時なんかディズニーそれやるだけでなんかディズニー使えないってなんかそれミーハイスラーよーく見ました。対空インパースラストまだ残る。いやちょっとねチャージがあったら手出しづらいからチャンス系空対空に行きます。ライアンドなんだかんだ言ってやっぱ対空で落とされてしまう。かなり飛び込みが強いジャンプ攻撃が強いねなんですけども、今しっかりと間合い、そしてタイミングを完璧にすることが、ね、落とすことができます。完全に落とせないみたいなことはあんまなさそうらしいんですけどね、やっぱその位置をやっぱ維持するのは難しい。立ち回りで引かれて上だけ見ずに地上戦もしつつっていうところですからね、なんだかんだ言って難しいでしょう。ほいほいほい画面端わかんないがスタメージボールは消えました。画面端ジャンハイからアルキ投げ、さあこの体力差があるから思い切って暴れてくるもいいんですけども、ちょっとゲージが海岸にたくさんあるんで怖い。マーストライド素晴らしい判断歩きますと走ってジュラン素晴らしい。なんか2回目のロマンキャン前からこれは中断だなと思ったんですけど当たって嬉しいです。よかった最初ランドあそこであの暗転ガーフに逃げないでね自らの拳で勝利をもぎ取りました。ミヤノメイやるときあります。チャンピオン P からしかしスタリパー前ハイスプリットシェル、これは通したい。がしかしジャンプさんガード間に合ってる。2ハイスラーここのジャンプペース落とします。バックサップいい判断、しかし空中足も2ハイスラー待ち込めている。なかなか面倒くさそうな展開ですが、リスクゲージを上げて一度でも耐久を失敗させることができればこの程度の体力を一気に吹っ飛ばすことも可能。ロマンキャンセル。ちなみにスタンディップは2段目はね上段なんで立ちガードできるんで爆発で連打しつつミスってもガードになるとかねありますね。さあレイプはスラスト、あー落ちた。ラッキーかしのぎたい。ゲージを残しつつ距離取り足はヒットは走りジャンゲスボールもつながりヒールキャンセルでリバーサルのタイミングをずらしますがここはなんとか回避したあとイルカが助けてくれた。そして今度ボール前に行きたい、ボールに挟まれたくないがまだ残ったレッドヒット前に来た 2P2P から 2K 足場体育意識しつつ空体育体力リードはメイかジャンエス単発まだメイスタエチ前に出たか、これはギリギリメイでしょう。素晴らしいタイムアップ粘り勝ち、勝ったミリアノさんのメイ。最後はね気抜くとねグリードセバーとか当たって体力逆転されますからね。あれはけど何回も言うけど拓也さんが悪いぜ。いや拓也さんのタイムカウントがゲームの3-2-1みたいな感じだったあれこのゲーム1秒多いんでこれ おかしいんだよ。1カウント遅いんだよ。0ってなったからちょっと待つんだよ。ふざけやがって。そうそうさあ出てくるのはテレサジャム。こちらは、テレサ、副将ですね。富谷先生が大将。ポーンと投げて投げた。次はどっちだ。前は当たらない。さあ海外大会、ね、帰ってきて早速メガド大会でねありがたい話です。さあスタンプありそうだ。画面足ジャンゲス押さえて打ち出しロマンキャンセルはこれを当たるのかな。当たらない。いやしかし立てるかちょっとテレさん悩んでいるか。チャンス空中直線ガードが投げていく。どうする橋イルカを立ち系乗せてここは置き攻めの選択。ちょっと龍神やらごめんなさいさ。そのコイルカで一気にいきました。素晴らしい。かなり美味しいですねこの1ラウンド。チャンス。おーっと堅牢4段カウンターヒット大ダメージ。
これは指導によっては次で終わる。ドマンギャスの前へミオルト、もう一回勝った勝ったミリアノメイ、素晴らしい。よう堅牢読みました、流れでいきました、素晴らしい。ロイさんも大興奮、これでクビアジャックモンに対して2対1という。さあ勝つで押していきます。さあ大将となりましたクビアジャック王、さあこの流れのまま行きたい、ダウンを取りたい、横入れか、あとチャンス、チャンケーか、当たらない。さあ3敗3敗と着地を取っていきたい、下段攻撃、おっと着地上げ、しゃがみでギリギリまで待って投げてきます。しゃがみタイプでね、空中ダッシュとかにかなり強力な連携です。ただメインはジャンプ S が判定強かったり、スタンプでね軌道変えることができるんで、本当にギリギリまで見極めないとそのまま攻撃通っちゃうところがありますね。さあここねサーマントが捉えたジャンプ S 通して、ゲージはない、中断、ドマンキャンセルから、やはり天才クビアジャック王、フォーエバーエディションドライバー、空中投げに行くところ逆に投げ返して体力逆転、画面端さあジャンプハイすら返してきました。さあ宮野さんの命がガンガン押していたんですけども、エディションドライバーに流れを変えていきます。ダイニャンド、さてサーバントを前に出しつつ、これは攻撃ちょっと当てづらかったですね。ジャンプエースやジャンプエースがカウンターヒットさせてもヒットストップで機能が当たっちゃうからみたいなところ、伊藤のゲージ設置してやったので、設置からの登場で画面端、伊藤こうやって考えるとゲージ 50% お得みたいな感じでいいコンボですねこれで、ね、ただ設置するときの顔を切りますが、ジャンプエースが苦しました、おーこれで取り返す、攻められると厳しいか、最終ラウンドは。ゼストがね、発生がやっぱ遅めなんで、割と下げられつつ、ガンガンリスクエージ上がっちゃってるのかなという印象です。ボールを切る、見えせん、見ている、冷静、空中ダッシュ、しかし、つなげきれず、うまい、空中投げ、よく潜り込んだ、カウンターヒット、シャンエスからスタンプ、スタンプ前。からの一旦距離を取り、カルバードス、あーなんかあった、まだ残ってた、空中投げ、さあ出ている間のサーバント無敵、画面足投げてぐる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 当たっている、さらに画面足エース3杯からキマソ、これはこのまま画面端逃がさずに仕留めきれるか、ゲージを止めたい、よく飲んだ、立ち範囲イルカでナイトの剣を避けていきますが、上海がめくり判定、バックセット捉えて、これはダウンオイシーぐる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 っと、もう一回か、さあゲージを戻しつつぐるぐるっと、さああと何回打てるか、画面欲しい、逃げたい逃げたい、どうなってるか分かんない、ナイトとランサーしっかりとメイを止めてきました。しかし大活躍でした宮野さんのメイ、さあ大将戦です。さあね、あの固めでもしっかりと飛んで逃げていたんですけども、やはりそこはしっかりと栗原先生を抑えていきましたね。何度も言いますが本当に鍵がめっちゃうまいんでね、耐久とかも守りの切り替え方もしっかりしていて、崩すのが大変ですよね、やっと触れたと思っても割とすぐ切り返されちゃう。さあということで大将戦です。1ラウンド目のエディションドライバーがだいぶいきました。さあカリオックスターがある組み合わせ、
マイクさんで初代さんが壊されてるんで、もう初代狩りって言ってましたね、マイクさんとかが初代狩り壊されてます。さあ、クリア先生とロイさんのその試合はどうなるか。空中ダッシュワンフレーム合わせていく、グルグル打つと、ラウスでインキルス。さあ、枠下からファンハイファー、スクリーンダメージ。いいよ、壊して空中ダッシュじゃんけん、センターアンブキラー、すごい距離走っていく、ダッシュが速くなっております。この一瞬ふわっとこのフィールドが出るのは、アイリスフィールドの効果時間が切れたよっていうサインですね。ランドワイパーロマンキャンセル、ナイトが止めてゼスト掴んで画面足、ダウンウイチダウンウイチダウンウイチ、素晴らしい殺し首。さあ、これでリーチ、クリアジャックをブリンガーは当たらない。リボルバーを空中ゲームからジャンプ P、リーチ A に変わる。前ハイスラ発生前にジャンハイが刺さります。中央ジャンプゲーム切り、2球当たりませんが、リボルバー走ってブッキーだ。ちょっとね、リボルバーで無理せずに距離取ろうかなといった瞬間を狙ってダッシュを通してきます。ロイソル、さあ任す。さあ、北斗さん、さあ、ダッシュで潜りますが、 8K ないとこ手をつないで画面端、前ピーカウンターヒット暴れ潰しが通り、ガンフレ前ピー2敗すらまで。さあ、最初ラウンド勝てば優勝です。さあ、ガンダッシュ、これはしっかりとボタンを押していく、3杯前ピーで吹っ飛ばしていく。さあ、ちょっとね、遠距離数単発で止めちゃうと、ダウンが取れないで止めちゃうとっていうかね、その距離までなかなか走ってこない、難しいですね。ちょっと引き寄せると今度リターンの高い攻撃が当たる可能性もあるって、ちょっと難しそうです。ダッシュを飛べるのがブッシュ、ダッシュ、ナイス、画面端、なんとこれはクーパイクで横からいった、画面端に吹っ飛ばし、これはそれがちょっと厳しいか、厳しい投げ、すごい距離投げだ。 2K 潜って駒投げは返していく、画面端グーチラッシュ通した、ジャンディー、ジャンディーカフにいる、前ピー出したい、ジャンディー砕けろ、リボルバーから画面端。さあ、カルボダッシュもあります、ジャンピーからもブッキラー、ジャンディー、ジャンディーハフから前ピー出したい、これパスを戻ってカルバドスって、これはジャンハイがもう出ておりました。カルバドスでバリアを張って勝ったのはクビアさんのジャックを、おめでとうございます。というわけで本日の、10月16日高田の馬場ミカドギルティーギアギザードリブス火曜ランダム 3-on-3 大会優勝チームは、3-on-3 って言っときながら4人チームなんですが、ナギアクセル、ソドキカイ、クビアジャックをテレサチャームチームです。おめでとうございます。さあ、というわけでですね、今週末ぐらいまでとりあえず帝で働きたい方の、募集を行っております。一回分かってないけど優勝したい、チーム戦のいいところじゃないか。というわけでね、もし興味がある方がいらっしゃいましたらお早めにお願いいたします。結構な募集来ておりますんでね、その中から 2,3 人かな、一緒にね働けたらなと思います。よろしくお願いいたします。また、ツイッターの方でもちょっとねタイミングはなかったんですけど、ね、遠山のイベントの方と被っちゃってたんですけど、今年は帝の天界志武道会はもう正式に、やらないことを、決定いたしました。まあ、理由といたしましては、まあ、単純にね東進祭の公式の 3-on-3 大会っていう時に、まあ、シングルの長期戦とかやってチームに迷惑かけるのもあれですし、やっぱ公式の 3-on-3 っていうのは大事にしたいなと思いますので、ちょっとその期間に長期リーグ戦を行うっていうのはちょっとなーっていうところありましたんで、まあいろいろ理由書きましたが、今回は今年はお休みですね。来年まあちょっと東進祭終わったあたりで特に、他の大会のイベントがなければやるかもしれませんが、2018年の帝展は行いません。あと、大事なところですが、単純にお金がかかりすぎてたんで、オバマさんが今年は4人招待枠呼ぶぞとか言い始めたんで、さすがに勘弁してくれよっつって
もう無理だよっつって、もうちょっとね、きつい。オマーさんのイベント企画は面白いが金がかかるんだ。今あのツイッターでは書けなかったんですけどね、例えばミカドのシャ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 とかな感じでミカデの時のあいろいろ壁紙みたいなあったと思うんですけど、ああいうのもねお金かかってるんでね、後出しじゃんけんだったんですけどね。そんだけよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。はい、アイミガードの落とし物が、こちら届いておりますので、ぜひぜひよろしく。